両校第111潜水艦は、日本海軍の潜水艦。両百型潜水艦の12番艦。1942年の昭和17年度計画により、1942年8月20日、川崎重工業神戸造船所で起港。1943年1月26日浸水。1943年7月19日に竣工し、二等潜水艦に類別。 同日、佐世保鎮受付席となり、訓練部隊である、第1艦隊第11潜水船隊に編入された。10月31日、第6艦隊第8潜水船隊第30潜水隊、南西方面部隊潜水部隊に編入。同日、両111は、クレを出港。11月16日に、シンガポールに寄港した後、23日に、ペナンに到着。 12月6日、ペナンを出港し、ベンガール湾に進出。23日、北緯11度11分、東径80度11分、北緯11.183度,度、東径80.183度、11.183 80.、80.183のマドラス南東沖で、スウォンジーからカルカッタに向かっていた12隻の船から、編成された JC30 船団を攻撃。 150トンの爆薬と1983トンの一般貨物を輸送中の A 貨物船ペシャワーに魚雷1本が命中。2時間後に動船は沈没した。29日、ペナンに到着。1944年1月7日、両11はペナンを出港し、セイロン島東方沖に進出。10日、エレファント岬付近に磁気機雷10個を付設。 その後ペナンに戻った。2月1日、両111はペナンを出港し、セイロン島周辺海域での機雷不設任務に従事。23日、ペナンに到着。3月7日、両111は、魚雷艇第451号魚雷艇第455号魚雷艇の護衛を受けて、ペナンを出港。出港後に2隻と分かれ、軽かった沖に進出。 16日、北緯20度54分統計89度36分、北緯20.900度統計89.600度、20.90089.600のベンガル湾で、カルカッタからチッタゴンに向かっていた HC44 船団を発見し、来撃。魚雷は、イン貨物船エルマデマに命中し、同船は、船体が2つに分断されて沈没した。 25日、ペナンに到着。同日、第30潜水隊の解体に伴い、第7潜水船隊第五第51潜水隊に、編入された。28日、両111は、ペナンを出港し、4月1日に、佐世保に到着して、整備を受ける。5月22日、両111は、佐世保を出港し、31日に、トラックに到着。六月四日、 アドミラルティ諸島北方沖に進出するためトラックを出港。6月7日、トラック南方の3回線を航行中との報告を、最後に消息不明となる。アメリカ側記録によると、6月11日、アドミラルティ諸島北方沖で、米護衛空母、ホガット米搭載の FM-2 ワイルドキャットが、海上に漂う重油の帯を発見。ホガット米を護衛していた。 ベーク畜艦テイラーが調査に向かう。まもなく、テイラーは先行中の潜水艦をソナー探知、爆雷を投下した。投下後、テイラーは潜水艦を探知しやすくするため停止。1541、先ほどの爆雷攻撃によりたまらず浮上してきた潜水艦を前方2200メートルの距離で発見。テイラーは手法と機銃により攻撃を行い、手法弾五発。 機銃弾多数が命中するのを確認した。1546潜水艦は艦尾から沈没していった。テーラーは浮かび上がってきた重油の帯の上から爆雷を投下し、1558に2回の大爆発音を聴取した。これが、両111の最後の瞬間であり、艦長の中村直造隊以下乗員54名全員戦士。沈没地点は、 カビエン北方沖、北緯00度26分統計149度16分、北緯0.433度統計149.267度、0 4 3 3十4 9 2 6 7 7月12日、サイパン方面で防湿と認定され、8月10日に除石された。撃沈総数は2隻で、撃沈トン数は11,896トンである。ありがとうございます。